いつもよりも飛ばないですし、セカンドの番手も持つクラブも大きくなってしまってはいたんですけど、まあ、その中でも自分のやっぱ持ち味は飛距離なので、まあ、そういうところでうまくプレーできたかなとは思います。洋芝はやっぱりこうクラブの入れ方がすごく大事になると思ってるんですけど、今日は、まあ、ウェットな下の状態だったので余計にそこがシビアになると思ったので、距離をしっかり合わせて、まあ、うまくこうボールにコンタクトできるようにっていう、その2つを意識してやりました。今日本当に集中していいプレーができたと思うので、まあ、あんまり大きく変えずに、やっぱりロングホールっていうのは自分の中ですごく大事なので、しっかりチャンスを作れるともう1つ2つ伸ばせるのかなとは思います。